ベルダンギ難民キャンプにおいて、ブータンの旅券を見せる、ブータン難民。多くのブータン難民は、ブータンから追放される際に、旅券を隠し持っており、これらの旅券は、法的に有効である。しかしながら、ブータン軍により、自主的な出国を証明する書類への署名を、強制され、旅券や法的書類を政府によって取り上げられた、難民もいる。ブータン難民とは、キラト族、タマン族、 マガール、バフン、チェトリ、グルン族などを含むネパール語話者のブータン人、ローツアンパのこと。これらの難民は、ジグミシンゲ、ワンチュク国王による民族浄化の結果、ブータンから迫害され、1990年代にネパール東部の難民キャンプへ収容された。ネパール政府とブータン政府は難民の帰還について合意に至らず、国連難民高等弁務官事務所以下、 UNHCR というの援助の下で、ブータン難民の多くは北アメリカ、オセアニア、ヨーロッパへ第三国定住した。UNHCR の援助とは別に、ローザンパの多くはインド国内の西ベンガル州やアッサム州へも移住している。現存する最も初期のブータン市の記録によると、6世紀にはブータンはすでにチベットの影響下にあった。 627年から649年にかけて、チベットを支配した孫千安ポは、ブータンで現存する最古の寺院である、パロのキチュラ館及び、ブムタン県のジャンペラ館の建設を担っていた。チベットに起源を持つ民族はこの時代までにすでに、ブータンへ定住していた。1620年頃、ガワンナムゲルは、父親の天パに魔の怒りを収めるため、 ネパールのカトマンズ渓谷出身のネワール族の職人たちに銀の仏シャリ島の建設を依頼した。これがブータン国内においてネパール系民族についての初の報告である。以来、ネパール系民族は南ブータンの人の住んでいない地域に居住し始めた。南ブータンは間もなく国の主要な食料供給地域となった。ネパール系ブータン人、すなわちローツンパは ブータイ経済と共に繁栄した。イギリス植民地当局によれば、1930年までに南部の多くが約6万人に上るネパール系住民によって工作されていたと報告されている。20世紀初頭にはネパールからブータンへの大規模な移住が見られた。税収のため、カリンポンにあるブータンハウスによって移住が推進された。1930年代には、 ブータンハウスは5000世帯のネパール人労働者の家族をチラン県に限定して移住させた。イギリスの政務官であったバジルグルード卿は1940年代にブータンハウスのソナム・トブ・ゲドル事教に対して多くのネパール系民族を南ブータンに移住させることの政治的危険性について警告したところ彼らは国民として登録されていないため必要が生じれば いつでも立ち退かせることができると返されたと伝えられている。さらに、ネパール系民族は熱帯地域である山麓の北部への移住を禁止された。ブータンから追放され、西ベンガル州やアッサム州へと再移住したネパール系住民は、ブータン内のネパール系コミュニティ及び追放され、インド国内にいるネパール系住民の利益を代理するために、1952年に、 ブータイ国家会議を設立した。サティー・ヤグラハによって、その運動をブータン国内へと広めようとする試みは、ブータン軍が動員されたことに加え、ブータン国内のネパール系住民がさほど熱心でなかったために、1954年に失敗に終わった。ブータンに残るネパール系住民は、すでに不安定な地位に置かれていたため、危険を犯すことは望まなかった。 ブータン政府は、ブータイ国家会議の運動を沈静化するために、マイノリティに権利を与え、ネパール系住民が国民会議の大議士になることを許可した。ブータイ国家会議は前自的に消滅するまで国外で運動を続けた。追放者の指導者らは1969年に恩赦され帰還を許された。2代目の国王寺組ワンチュクの統治下にあった1950年代に、 かけて移民の数は大幅に増加し、国王とブータンハウスのドルジケとの間に緊張を引き起こした。市民権法により、1958年以前に10年以上ブータンに居住していることを証明できるものに対しては特殊が与えられた。一方で、1958年に政府は新たなさらなる移民を禁止した。インド政府の援助を受けて、 1961年より政府は大規模なインフラ開発を含む開発計画に着手した。多くのインド人労働者を導入しようとするインド政府の思惑とは裏腹に当初ブータン政府は国内の労働力によってティンプープンツオリン間の幹線道路を建設することに固執し自国の実力を示そうとした。またブータン政府には移民を抑制しようとする意図もあった。 プロジェクトは成功し、182km の幹線道路をわずか2年で完成させた一方で、インドから労働者の受け入れた影響は不可避であった。ブータン国民のほとんどが自営農家であるため、ブータンには大規模なインフラ計画に進んで志願する労働者がいなかった。結局、熟練、非熟練を問わず多くの建設労働者がインドから移住してきた。これらの人々は、 大半がネパール系でブータン政府の要求通り南部へと移住し、合法あるいは非合法に居住するネパール系住民に混じって暮らしていた。政府の切迫した状況にもかかわらず、このような移民の動向は長年適切に管理されない状態が続いた。実は検問所と入国管理局が初めて設立されたのは1990年のことであった。 ネパール系の不法移民のみならず、長年居住している移民ですら、国の文化的、政治的な多数派と融和していないという事実を、ブータン政府は1980年代までに認識していた。大半のローチャンパは、文化的には、ネパール系民族であり続けた。政府は、不法移民については、おおむね無視をしていたが、補助金を支給することで、民族融和のための移民族間の結婚を、 推奨してきた。しかしながら、この政策はほとんど成功しなかった。ネパール系が優勢なネパール、ダージリン、カリンポン、西ベンガル州といった国や地域で大ネパール運動の発生も見られ、ブータン人はネパール系民族の愛国主義を脅威と感じた。このように国内の分断が進むことで国家統合の危機を感じた政府は、1980年代に、 一国一民族政策に民族の国民を公的に取り込むと同時にブータンの文化的アイデンティティを保護する命令を交付した。政府は保護すべき文化とは北部ブータンの種従の文化であることを示した。この運動を強化するためブータンの服装や礼儀作法に関する規律であるリグラムナムジャを用いることを強制した。この政策によりブータン国民は 公共の場では、ブータン北部の民族衣装の着用を強制され、これに違反すると罰金を課された。また、存下語を国語とし、その地位を強化した。ネパール語は学校の強化から外され、ブータンにおける他の外国語と同様に、学校で教えられることはなくなった。このような政策は、ブータイ国内のネパール系経済移民たちに加え、 人権保護団体からも批判された。ネパール系移民はこれらの政策が自分たちの不利益になると感じていた。一方で政府はネパール語による無償教育がブータン南部における不法移民を促進していると感じていた。1985年の市民権法では違法移民を抑制するため、1958年の市民権法を強化しようと試みた。 1980年に政府は事実上発となる国勢調査を行った。調査の結果に基づき、1958年を基準としてネパール系移民に対して市民権を与えるか否かを決定した。1958年はネパール系住民が初めてブータンの市民権を得た年である。1958年以前にブータンに居住していたことが証明できないものは、 不法移民であると宣告された。1988年に行われた国勢調査により、ブータン政府がローツアンパの人口規模を把握すると、問題は表面化した。国勢調査以降、政府は19世紀後半及び20世紀初頭より、居住を始めたネパール系、ローツアンパの家系の者のに対して、国外退去するよう誘導した。しかしながら、 政府は調査員を適切に指導できず、公衆の間に不安を引き起こした。調査の中に、真のブータン人、非ブータン人、移民という分類があったのだが、しばしば恣意的な分類が行われ、また恣意的に変更されることがあった。同じ家族が異なる分類をされ、未だにその状態が続いているという事例もある。昇進証明の真のブータン人と認められたものの、家族は、 不法移民であるとされ、離別を強いられた者もいる。また、市民権は保障されていると思われた。ロー老ンパも政府機関の妨害により正式な書類を取得できず、資産を失ったりした。政府は同時にロー老ンパをガロップ族社会に同化させるために、リグラムナムジャに従った服装や言葉の使用を強制しようとした。ブータン政府は文化的アイデンティティに関する問題について、 1907年にワンチュクチが樹立して以来悩まされてきた政治的問題への自衛策であり、かつ17世紀以降で最も深刻な国家存亡の危機であると説明した。1975年に隣国の出勤ム王国では、ネパール系多数派の国民投票によりの君主制が崩壊し、インドに吸収されていた。ブータン政府最大の懸念は、 同様の事例を繰り返してしまうのではないかということだった。民族間の不和を解決する過程で、ドゥルック・ニャルポは頻繁に問題の南部地域へと行行し、拘束された何百人もの反政府活動家を解放するよう命じた。さらに、ドゥルック・ニャルポは、かつては独立した君主国であった湿気王国において1970年代に起こった事例と全く同様に、 ネパール系移民の大量流入によって10年から20年以内に分離独立への要求が生じるのではないかという危惧を表明した。しかしながらこのような措置によってネパール系の本当のブータン国民ですら離反してしまった。ネパール系住民の中にはブータンの国家アイデンティティを向上させようとする政府の命令を免除するよう求め差別への抗議を開始した者もいる。 ネパール系が多数派の地域では国王の命令に対する反感により疲労残パとの間で民族間対立が表面化した。さらに上述の反感が原因でブータンを去りネパールやインドで暮らすネパール系住民の間で抗議運動が起こった。ドゥルックギャルポは文化弾圧を行ったとして非難されている。またブータン政府には反政府運動の指導者に対して 習慣者に対する拷問、恣意的な逮捕や交流、法に基づく適正な手続きの拒否、言論、出版、平和的集会の自由の制限、労働者の権利の制限といった人権侵害を行った疑いがある。反政府運動には2万人以上が参加し、その中には西ベンガル州においてネパール系住民のための自治権をインド政府から獲得した運動の参加者もいた。 彼らは西ベンガル州やアッサム州から国境を越えてブータン国内へと来ていた。国勢調査が終わって数年はブータン南部の国境地帯は紛争の温床となった。反政府活動はブータンから追放されたネパール系政治団体及びネパールやインドの支援者らにより支えられた。1980年代後半には2000人から12000人の ネパール系住民はブータンから逃れたとされ、1991年の報告によれば、ネパール系のブータン政府公館ですら辞任し、ネパールに移住したとされる。1990年には約500万人のネパール系住民がインド国内のブータンとの国境付近に居住していた。ネパール系住民は、インド国内で必ずしも歓迎されておらず、民族間の対立が原因で、 大部分で警備がなされていないブータイ国境まで戻らざるを得なかった。ブータン人民党はこのようなインド北部の巨大なネパール系コミュニティの中で活動していた。また、テクナトリザルは国民議会のかつてのメンバーと共にブータン人民人権フォーラムをネパール国内で立ち上げた。テクナトリザルはローツアンパであり王室顧問評議会の信頼のおける元官僚であった。 王室顧問評議会は、ブータン政府と南部のローツアンパの間の重要な橋渡しをしていた。さらに、ブータン学生連合と、ブータンエイドグループネパールも政治活動に参加した。1989年11月、テクナトリザルは、ネパール東部で、ブータイ警察により拉致され、ティンプーに連行され、陰謀と反逆の疑いで投獄された。 リザルにはさらに南部での暴動を先導した容疑もかけられた。リザルは1993年に終身刑を言い渡された。民族間紛争は1990年代に拡大していった。1990年2月には反政府活動家らが文ソリン近郊の橋梁に仕掛けた遠隔操作の爆弾を爆発させ、7台の車を爆破した。 1990年9月には、ブータン王国軍との衝突が勃発した。この時、王立軍は抵抗者を銃撃しないように命令されていた。反政府勢力の兵士は、非合法のブータン人民党に所属する SK ネウパネ及び他のメンバーから構成されており、民主主義と全ブータン国民の人権を主張したと、される。進んで加わった者も,もいれば、強要された者も,もいる。 ブータン政府は人民党について反政府集団により設立されたネパール会議派やネパール共産党統一マルクスレーニン主義派が背後にあるテロリスト組織であると断定した。人民党はライフル、前装指揮銃、刃物、手製手榴弾で武装した構成員を率いてブータン南部の村落を襲撃し、住民から民族衣装を脱がせ、強盗や誘拐。 殺人を行ったとされる。政府は治安部隊の死者2名のみを公式に認めているが、衝突により数百人の死傷者が出たとされる。別の情報によれば、治安部隊との衝突で300名が死亡、500名が負傷、2000名が拘束されたとされる。上述の暴力、自動車の乗っ取り、誘拐、奇襲、爆破などに加え、学校は閉鎖され、郵便局、 警察、病院、税関、森林などは破壊し尽くされた。ブータン人民党は政府の治安部隊が殺人、強姦及び恐怖政治を行っている主張し、アムネスティ・インターナショナルや UNHCR に抗議をした。追放されてネパールに住む人々の支持を受け、ネパールの政権与党であるネパール会議派の初期長はブータンのドゥルック・ニャルポを訪問し、 複数政党制民主主義を制定するように求めた。運動の主導者の中には拘束されたり投獄された者も,もいた。ブータン政府は1989年の後半に反政府活動に関与したとして42名を拘束しており、加えて3名がネパールから引き渡されたということのみを公式に認めている。6名を除く全員は後に解放されたとされるが、 この6名は反逆者として投獄され続けた。1990年の9月までに南部で拘束された300人以上がドゥルックニャルポによるブータン南部の巡行の後解放された。異民族の存在を成分化しようとする運動に対してブータン政府は抵抗したが南部の抵抗者たちは党本部の前にブータン人民党の旗を掲げ、党員が ネパールの伝統的な刃物であるくくりを常時、携帯できる様子よう強く主張した。また、ブータンの民族衣装を着ない権利を要求し、これらの要求が満たされるまで学校と政府機関を閉鎖することを強要した。要求は満たされず、1990年10月までに、さらなる暴力行為や死者が生じた。同時期に、インドは、王立政府が問題の解決策を探る。 あらゆる援助を確約し、インドからブータンへ違法に越境するものの取り締まりを保障した。1991年初頭まで、ネパール国内の報道機関は、これらの反政府活動家を自由の闘首と呼んでいた。ブータン人民党は4000人以上の民主主義、主張者がブータン王国軍により拘束されたと主張する。一部の拘束者たちは警察署外で殺害され、 4200人前後が国外退去させられたと非難している。インドから来るネパール系移民を抑止するために、ドゥルック・ニャルポはより標準的な国勢調査、国境管理の改善、南部での政府の支配の強化を命じた。直近の施策として、1990年の10月には運動に対抗するために市民による民兵を組織した。また、 1990年1月に内務省により多目的個人情報カードが発行されており国内の移動はさらに厳しく制限された。1990年末までに政府は反政府活動に伴う暴力行為の深刻な影響を認めた。テロ行為により貿易利益や GDP は著しく落ち込んだと発表された。1992年に 民族間紛争は再び激化し、ロザンパの出国者数は過去最大となった。1996年までの出国者数は、総計10万人を数えた。多くのロザンパは、軍により、立ち退き及び、自らの意志で移動したことを示す、自主移住申請書への署名を強制されたと主張する。1999年に、テクナトリザルは国王による恩赦を受け、 解放された後、ネパールの人民人権フォーラムへと向かった。1990年代には多くのロ老ンパがネパール国内に UNHCR が設置した難民キャンプに移住した。UNHCR は1990年から1993年の間に移住してきた難民のほとんどは彼らが難民たる自明な根拠があると認めている。 1996年には、キャンプの人口は10万人ほどへと膨れ上がり、最も多い時で10万7千人もの難民がいた。ネパール東部開発区域のブータン難民、キャンプ、ティマイ難民キャンプ、ゴールドハップ難民キャンプ、クドゥナバリ難民キャンプ、サニシャレ難民キャンプ、ベルダンギ難民キャンプ1990年代に、 初めて難民が到着して以来、ネパール政府と UNHCR は次の難民キャンプを管理してきた。当初難民キャンプでは、栄養失調を原因とする解決病、滑稽といった病気や、伝染病であるマシン、結核、マラリア、コレラなどが蔓延していたものの、1995年から2005年の間に状況は著しく改善された。教育はキャンプの中では、 最良のサービスの一つであり、キャンプ周辺のネパールの地方部における教育よりも、外して良質なものであった。しかしながら、キャンプは2006年まで極めて過密状態にあった。年齢に基づく、食料配給が原因の栄養不良や、女性や子供に対する暴力は、難民の周辺化及び過激化と同様に、重大な問題であった。 ネパール国内のブータン難民は政治、社会運動への参加、就労機会、司法機関の利用が制限された状況下で生活を送っていた。デンマークの人道的活動組織、グローバルメディカルエイドはこれらの難民に支援をしてきた。上の表が示すように2009年以降、キャンプの人口は減少している。このため、ゴールドハップ難民キャンプ及びティマイ難民キャンプは、 ベルダンギ難民キャンプに吸収された。難民キャンプでは閉鎖や合併の準備が進んでおり、10年以内には難民の最低重事業が完了すると予想されている。しかしながら、最低重の資格がない難民や、最低重を望まない難民、1万人前後がキャンプに残留している。残留者の多くは、最低重事業により支援の輪を失ってしまった老人であり、 彼らの間では、うつ病や薬物乱用、自殺の割合が増加している。ブータン政府は、地元のネパール人住民が難民キャンプの物資に魅力を感じ、難民の中に紛れ込んでいると主張している。キャンプ開設時に UNHCR によって適切な審査が行われなかったことを根拠に、難民たちが本当にブータン難民に相当するのか疑問が持たれている。 かつて UNHCR のディレクターを務めたアレクサンダー・カゼッラは一般に UNHCR は介入前に難民の国籍や出国理由を正確に同定するための調査を行う。もし仮に調査が行われていたならば難民の大多数が実はネパール人であり彼らは単に自国にいるだけであるため難民資格を持たないと間違いなく結論付けられていたであろう。 と表している。長年の議論の末、2000年にブータン政府とネパール政府はネパールの難民キャンプに居住する特定のブータン人を帰還させることで合意した。しかしながら合意の趣旨には一部の難民キャンプの住人は難民の地位を獲得する以前はブータン国民でもなければ住民ですらなかったという見解も含まれていた。さらにブータン政府は ブータン人民党やブータン国家民主党といったネパールのローザンパコミュニティ内における多数の政治団体をテロリスト集団や反政府集団とみなしていた。その上、かつて難民たちがブータン国内で所有していた土地屋資さんはブータン政府推奨のもとで政府関係者や軍人を含むガロップ族らにより乗っ取られていた。2001年3月に帰還に的確な ブータン難民の審査がネパールの難民キャンプで開始された。実際の期間は1年以内に行われると見られていた。しかしながら、その進捗は10年余り中断している。2003年にブータンの審査チームがジャッパで襲撃を受け負傷し、結果としてさらなる審査の遅れをもたらした。2011年の時点でクドゥナバリ難民キャンプの難民のみが期間を認められ、 その数は200人以上に上る。しかしながら、実際には、ブータン難民は一人も帰還を果たしていない。2011年4月、ブータン政府とネパール政府は再び会談を開いたものの、UNHCR は、ブータン政府が帰還者に対して、完全な市民権と、その他の人権を与えることを拒否することを考慮に入れ、第三国定住の実現に取り組み続けた。 2011年7月の時点で、ブータン政府とネパール政府は少なくとも15回の2者協議を行っていたが、現実的な解決策を得ることはなかった。ブータン国営メディアは、ブータン政府はネパールとの継続的な対話をすべきとの主張を繰り返したが、それがかえって第三国定住への引き金となった。ネパール政府についても、ブータン難民を自国民とは捉えていなかった。 アメリカ合衆国国務省は難民キャンプ内の指導者に外資的感の見込みが薄いにもかかわらず、偽の情報や脅迫によって最低重を妨害しようとする意図があることを明らかにした。2007年に UNHCR 及びその他のネパール国内の主要な難民援助グループは収容されている10万8千人のブータン難民の大部分を第三国定住させると発表した。 米国は6万人の受け入れを表明し、2008年には実際に受け入れ始めた。オーストラリア、カナダ、ノルウェー、オランダ、デンマークはそれぞれ1万人の受け入れを、またニュージーランドは600人の受け入れを2008年から5年間にわたって行うことを表明した。2009年1月までに8000人以上の、そして2010年11月までに4万人以上の、 ブータン難民が各国へと再定住した。また、カナダ政府は2012年6月に新たに500人の難民が家族を頼って再定住することになると報告した。2015年11月に10万人の難民が海外へと再定住したと発表され、2017年2月に再定住者数は計10万8513人に達した。ラジュカドカによると、 これらの難民は最低重により新たな生活を始める機会を得たものの、自国とは完全に異なる環境で自立する中で、労働市場において大きな困難に直面しているとされる。ありがとうございます。